フルルガーデン八千代は、千葉県八千代市に立地している、ショッピングセンターである。セブンアイホールディングス参加の、セブンアイクリエイトリンクが運営を受託している、ショッピングセンターで、2002年10月29日、専門店モールと伊東洋華道のドー体に艦隊制で開業。開業時はララポートが手がけていた。この土地はもともとバス事業等を営む。 国際工業が所有する区画整理事業地区で、総合スーパーの大英がグループ会社を通じ土地を取得し、商業施設を建設、各店舗に大英が入居する計画があった。しかし業績悪化に伴い1999年11月24日に大英が国際工業に違約金57億円を払い、計画を中止した。その後知見者であった。 国際工業が自前で建設各店舗として伊東洋華堂が入居したという経緯がある。現在は伊東洋華堂と専門店などの一貫体制となっている。専門店モールネ伊東洋華堂ムネ国際工業事業紹介開発不動産 w w w 2 k o k u s a i k o g y o c o j p 2021年11月3日閲覧。ABC、大 A、8000 SC の出展を断念。日本食料新聞電子版。2021年11月4日閲覧。AB、フルルガーデン八千代専門店胸。2021年10月24日。閉館8日道胸への集約で、一貫体制に都市商業研究所。 2021年11月3日閲覧。AB4-1 から新規ルート追加。フルルガーデンヤチオの無料バス、ヤチオナビ。早耳情報。yachiyonavihayamimi.ca.net。2021年11月3日閲覧。開店閉店。コム閉店。赤ちゃん本舗フルルガーデンヤチオ店。開店閉店。 コム、2021年11月3日閲覧。株式会社ロジスティクスパートナー。赤ちゃん本舗、四街道伊東洋華道店、10月5日オープン。流通ニュース。2021年11月3日閲覧。ご案内、無料送迎バス運行終了のお知らせ。フルルガーデン8000台。2021年11月3日閲覧。八千吉。 フルルガーデンやチを10月27日リニューアルオープンしました。ちいこみ。2021年11月10日閲覧。ありがとうございます。